はい、2019年度第3回高2の、全国、寸大全国模試いきます。A を実数の定数として2つの関数 fx イコール4の x たす1乗、引く、括弧 6a たす11の2の x 乗たす a2 乗たす 5a 引く2と。で、gx がログ 4t の括弧2引く x 引くログ2って、これ、t を合わせないといけないですね。ログ 2t の括弧 x たす1たす1と。を考える。次の問いに答えようと。1番、a が1のとき、方程式 fx イコール0を解けと。2番、不等式 gx 大なりイコール0を解けと。3番が難しいんです。fx 大なりイコール0と gx 大なりイコール0を同時に満たす実数 x が存在するようにと。な、a の値の範囲。これがちょっとめんどくさいかな。はい、行きましょう。答案作りましたんで、それでいきますね。まず1番。fx はこう、ちょっと式変形しますよ。じゃあ、ここまで持ってきます。4括弧2の x 乗の2乗引く17かける2の x 乗足すよね。で、ここでめんどくさいから t に置き換えましょう。2の x 乗を t と置き換える。で、ただしこれは正ですね。x が何歩であってもプラスになるから t が正ね。と置くと、じゃあ fx はこう書き換わると。因数分解するとこね。それがイコール0なんですよね。イコール0を解けばいいんやから。じゃあ t は4分の1、4。これは条件満たしてると。よって、t というのは2の x 乗だから、それがこうってことは答え、x はマイナス2と2ね。で、括弧2番は、真数条件を意外と忘れがちやけど、真数条件から、これかつこれだから、マイナス1小なり x 小なり2ね。じゃあ、gx をいじっていきます。t が4と2だから、変換公式、t を2にしますよ。ログ 2t、4分のログ 2t、これね。足す1を残して、これを右辺に持ってくると。まあ、これはまとめて左辺でまとめてもよかったと思うけど、そしたら公式の変形していって、ここまで行き着きます。ログ2t は同じだから、真数の大小関係。で、t は2は1より大きいから、真数の大小関係ね。で、それを解いていくと、こうなんだけども、今条件より、x はマイナス1より大きくて1以下ね。が回答です。いいかな。これが真数条件ですよ。で、3番はまず fx を一回解いてみると、ここまで行き着くと。で、それが、大なりイコール0だから、今 t で表してますよ。で、大なりイコール0だから、こうね。だから、これかつ、さっきの2番の回答、これね。これってことはこれね。今、fx は t で表してる。gx も t で表してると。じゃあ、これかつ、これが言えればいいと。いいかな。はい。そしたら、満たす定数 t が存在すればいいと。じゃあ行きましょう。これの左辺を、今これ t で表していくから ht としましょうよ。じゃあ ht こうね。とすると、平方完成すると、軸が8分の 6a たす11。軸が8分の 6a たす11。じゃあ、あとね、マイナス、あ、違う、2分の1から2までだから、2分の1から2っていうのはこれね。2分の1から2だと。ちょうどど真ん中は、何倍ですかね。4分の5。4分の5になりますね。だから、ど真ん中の4分の5よりも、左側に軸があるか、右側に軸があるか。そんだけの違い。で、場合分けをします。はい、じゃあ行きます。真ん中、つまり、2分の1と2の真ん中の4分の5よりも、軸は左側に来てる場合。そしたら、グラフは何倍でも書けるんだけど、だから軸はこの辺ね。だから、これよりも左側に来てる場合は、こういうグラフをたどればいいと。いい。だからもう一回言うと、これが、この範囲で、t がこの範囲で、これがプラスになっていればいいと。プラスになっていると。そしたら、少なくともですよ。少なくとも、1個でも存在すればいいんだから、1個でも存在すればいい。ということは、f2 だけ見て、あ、じゃあ、h2 か。h2 が、0でもいいんか。で、0以上になっていればいいですね。ですね。すなわち、あとは解いていってください。a は a 小なりイコールマイナス1と。で、もう一個の方が、じゃあ軸が4分の5より右側に来てる場合。軸の4分の5より右側に来て、軸がね。そしたら、2分の1より大きければいいですね。h2 分の1より大きければ、0、大なり0ね。言えればいいので、じゃあこうね。じゃあ以上、場合分け h2 より和集合ね。a 小なりイコールマイナス1、2分のマイナス2足すルート30小なり a と。としてください。ちょっと難しかったかな。ちょっともう一回じゃあ通していきまし
じゃあもう一回問題を見せして、じゃあ30秒ぐらいして消しますね。